今日は結局負けたっていう間に放送が終わってしまってな。うん、なほんでもう放送を見られへんだんやけども結局はいや最終的には10回の裏に横浜の外人の外外がな。あれ外人な外外。外カタカナで外ってくる、ね。あれ誰、うん、何や思ってたわ。うん、外ってくる、ね。な。<何>それが最終的にはあライトポール際にフェアとなる ホームランを打って。これやそと。ほらうん。うん,んや。うん。な。うん。それ何アメリカの人。アメリカの人やな。うん、えっと、高校からレッズに入って。変わった名前やな、うん。に入って。あの、最後、さよならホームランということで。九十九番って言ってたわ。九八十一は表でてて。うん、な。そんな人な。うん。うん。うん。要はランナーが出た。ヒットでもなんでもええが、とにかくランナー出した。っていう回数は。一回。うん 3回、4回、6回、8回。全部10回戦ったんやけど、そのうち半分がそんな、阪神は小川一平、神奈川県、地元、横浜でやってねんから。うん、な、地元、神奈川県出身、横須賀工業高校から東海大九州を出て、2019年度にドラフト6位、大卒やのにドラフト6位ってこんなこともあんねんな。うん、よう入ったなと。うんうん まあ、とは言うものの24歳。まだまだいけるよ。開幕第2戦に確か使われたんや。ヤクルト戦の。ヤクルト戦で勝ってる試合を負けて大敗したやろ。その次の試合の先発ピチャ俺びっくりやわ。いくらなオープン戦でよかったからローテーションに入れようかなと思ってるというような感じは伺えたんやけど、まさか開幕のこの大事な時に2戦目に使うか思って。ちょっとびっくり。これはヤ矢ガンドがちょっとおかしいと思う。 なんでな先発ピッチャーおんねんほかにも、うん、まずそっから出す実績のある人から、うん、ほんでもう次,次誰,誰出すもうおれへんねんってなった時に「おお前おったお前いけ!」ってこうやって出すのがいいねローテーションの谷間っていうのの、うんですそういう時にこういうピッチャー使ってやるといいねところが開幕第2戦友団もな言うたら主戦のピッチャーやでこんなん絶対に。 せやのにここで出すかっていうところで使われて。でも、5回ぐらいまでエピッチングしたんや。ヤクルト戦も。まあ、その後、先発でずっと使われてて、まあ、ちょっと打たれたりする時もあったけども、あの、今日までな。だけど、まあまあ、まあまあや俺は思ってるね俺が見てる試合はまあまあや、ね、とにかく。だから、そのピッチャー今日投げました。24歳。で、対する、うー、横浜 DNA、えー、は、東勝樹。 三重県出身愛工大名電、一郎の後輩や、名電やから。1回表、1番の中野、いきなりレフト線にツーベースヒット打った。ノーアウトにいるやで。1点入れるや、これで。2番のサトテル、外角低めのまっすぐ、見送った。147キロのスピードあった。見送って、見逃し三振。俺が一番嫌うとこだよね。だったいな。 バッターは基本ね、まっすぐを待つべきやねん。どのバッターでも、どのピッチャーの球でも、基本はまっすぐを待って、まっすぐを早い段階で打つべきやねん。早い段階で。要は1球目のファーストストライクは、もしストレ,ストレートで来たらそれは見送らずに打つべきやねん。2球目でもそう。それを見送って、 二球見送ったかなんかでね、変化球が来た後に最後ストレートがまたボーンと来て、また見送って。まあ、何を打つんねんやって。なん変化球をファウルでなんかしてたけど。その考え方おかしいまっすぐを打っていくべきや、積極的に。これどのバッターもそうやねんけどな。阪神のバッター見ててな。みんなまっすぐ見送んねん、最初の一球は二球のストライク取りに来たまっすぐを。見送んねんよ。このずーっと一試合見ててる中でも。打たなあかんやろ、それ。だから手になれへんねん。絶対そう思う俺。 清原も言うとた追い込まれる前にね、ピッチャーにカウント作られて、ピッチャーにツーストライク、ワンボールとかになってきたら、もう、際どい球しかけえへんやん。ね、変な球がかっかり来るわけ、変化球みたいな。打ちにくいのばっかり。ほなそれに、あのー、惑わされて、振ってしまって、アウトになることが多いわけよ。ということは、自分のスイングができへんわけ。ところが、最初の、早い段階でのまっすぐっていうのは、自分のスイングができんねんよん。自分はそれを狙っていこうということで、打つわけやから。 ほな当たったらヒットになる可能性、それからホームランになる可能性も出てくるわけや。それをやれへんで、追い込まれてから打とうとするから、ほな,ヒットなかなかヒット出えへんわな。ということで、まあ、あの佐藤は見送り三振で。近本、真ん中高めのチェンジアップをファーストゴロ。結局手ないでいんんだ。ワンアウト三塁やろで。近本が打って、ツーアウトになったけど、ランナーは二塁から三塁行ったわけや。もうツーアウトになってから三塁行ってもええで。 ファーストボールとかワイドピッチやったら三塁ランナーホームにできるけど、あとはヒットか内野安打打たな、点なれへんわけや。要するにヒット打たなきゃ。佐藤が見逃し,してなかったって、その時点で三塁送ってたら、ひょっとしたら近本のこのファーストゴロでも1点入ってたかもね。なんかいつもそのしたらばば話ばっかりやな。いや、だからあのラン、アウトが少ない時には、簡単に三振とかでせんどいてほしいわけや。進めろやっていうねん、個でも。 お前の役割やねん、それは。そのバッターの、その時点での。違うもとは、あの、サトデルがアウトなった後、ワンアウトランナー2塁で、一応アウトなったけど、進めよったかの3塁まで。でも自分アウトになったから、ツーアウトになった。あともうヒットしかないねん。俺言うてんのは、せっかくノーアウトのランナーやから、ヒット打たんでも点入れることを考えてるわけ。何でもよう打たんから。打つんやったら別に言えへんけど、打てへんねんから。だから、ここが一番最大のチャンスね 点入れ,いいれから、えー、っと3回3回の表は今度8番の梅野から梅野はあレフト前にセットヒットって無視一塁ノーアウト一塁なその次ピッチャー小川送りバントさせましたポンフライヤーがあってピッチャーにとらえてアウトそれ昨日もやってへんだ同じことやんねえ阪神は。 でもこれピッチャーやからな、これ以上言うてもしゃあないね。日頃ピッチャーも送りバントの練習はしといてなって、これや、これや。やらせなあかん。みんなピッチャーに。特に先発ピッチャーは。ほんで、ワンアウト一塁になったわけや。ピッチャーの小川アウトなんだからな。でその次、一番の中野は、あの、矢野はここで送りバントのサイン出しちゃった。今ワンアウトやけど、ツーアウトなってもセカンドに進みたいと。やりよった。で、中野成功した。小川アウト、 それから中野がオリバウンドしたからツーアウトでランナー2塁。で、それあとお佐,藤輝佐藤輝に回ってきた。あ、佐藤の打席の時にワイルドピッチがあってキャッチャーが後ろにボールが行ったわけや。だから2塁ランナーが3塁進みました。ツーアウトランナー3塁。で、佐藤輝はあ 3, あ3ボール2ストライクから外国低めのチェンジアップを打ちました。センターフライです。 ツーアウトから先ンーフライだったら、犠牲フライにはなりません。アウト。これ、小川、ピッチャーの小川が送りバントしてたら点入ってたい。ここの2回は惜しかったな。1回とこれ3回な。次、もう1回あるん、ね、で。6回表。これは、今度は、サ、え、ト、ー、テルからのバッターで、打順です。サトテルは、あのー、ライト前にヒットを打ちました。ノーアウト1塁です。 これ3回目、ノーアウトのランナーは、俺の鉄則からいったら、得点に結びつきやすい。もう結びついてへんやん、これ。だから失敗してるからやん。ーバンド失敗したりとかしてるからやん。三振したりだとか。進めろっていうことをせえへんから。で、ノーアウト1塁。続く3番の近本。ここなんかしてほしかった。普通に打たして空振り三振。 これがわかんねえ。いつもランナー出て空振りしてるよな。ワンアウト一塁。な一塁にランナー残ってるで。大山がセカンドゴロ打ってダブルプレイ。チェンジ。ゼロ。はい、何やったんって終わあっという間に終わった。でもノーアウトでランナー出してる。俺はね、これ、ノーアウトランナー一塁やんか、佐藤があのヒット打ったからな。ほんで、近本やろう。近本三振するわけやけど、ここで何回やってほしかった。 あの送りバンドでもいいしいそれはサインが出てへんとだから矢野はやらしてほしいや,やるべきやねんそうやうんヒットエンドなんか送りバンドかこれをやらなくて近本が空振りして三振やろうこれ痛かったわ細かい技ができへんって言うねん,なでへんねんな<ー>でバッターバッターであのー、打席に入って で最初ストライク取っていくのにストレートとか簡単に見送るからなうん。まあまあ一回目来た球を見逃しがちっていうのはなんかわからんでもないけどなまず見ようねんねどっちか言ったら見てしまうわななんとなくな打てるバッターやつはそれやってもいいよせいけどさ野球はするかもしれへんけどテニスとかは絶対打ちにいかんなんからな。そりゃそうよ。な バレ,バレーボールでもうちにか。うんそうやろ、うん、その気合でいっていかんとあかんよな。うちに行かなあかんよ。うちに行ってんねんから。打者言うたらうちに行く人やんか。うん。<の>野球はチームプレーヤーしええよな。まあな。なチームプレーヤーから逆にそういうことを一人一人の,あの打席の間にやらんへんことには、点に結びつけへん。自分はその場す過ぎ去ったらええってな感じでやってへん 自分がアウトになってもまだ次のバッター出てくるやんか。そういう感じやんか。なら次が打ってくれたら大丈夫やって思ったら大間違いね。なて打てへんね追い込まれるいうのはわかるやろ。ピッチャーが有利なカウントになることやんか。ツーストライク取ってしまういうこと。取られたらさ、サトデルかって三振するし、他のバッターって三振する可能性もあるし、ほんなら打ちやすいところに来えへんねん、追い込まれたら。ピッチャーは余裕あるから。だからボール振らしたろうと思って投げてくんねんから、そうえー、えー、とこに来えへんわ。 ほんなら打ちにくいやろ打ちにくそうなとこへ来んねんから。また球買って打ちにくそうな球投げてくんねんから。それをされる前に打てやって言うてんねや。早、はいカウントで打っていけやって言うねん。これはちょっと清原も言っとったけどな。あの、自分らも追い込まれたら厳しくなるから、早めにいい球が来たら打っていくの言うのが基本のスタイル。で、清原が言うには、あの、 アナウンサーに「やっぱりホームラン狙ったんですか?」って言うから「いやいや一回もホームラン狙ったことない」って「まかなそれ」って思うけどセンター前に打つピッチャー方面ピッチャー返してセンター前に打つイメージでいつも打ってましたヒットの延長がホームランです教科書に書いてあること言いとったで<笑><笑>まあまあそれはあのー、心がけてたかも分からへんけどこういう時でホームランも狙うこともあったと思うがな絶対にまあ狙って打て,ら打てたらええけどな まあな。うん。でも五百何十本も打って第5位やで、ホームランの。のだからまあ、打てないことはないと。でも、あのめっちゃフルーバッターで悟てるだけやなら他にもおんねんな。そんなに不ンでもええって思うねんけどあ、みんなそれって、そんだけ古いことはホームラン狙ってることちゃう,うと思うよ。まあな。そうなよな。うん。やっぱりホームラン打ったらヒーローになれるもんな。まあな。うん。ホームラン打ったらな、やっぱり、まあまあ、ええやろな、やっぱり。 キムチはなまあそら盛り上がるやん大体んファンも盛り上がるしベンチも盛り上がるしやなほんで里出入れ,れたらこれができるやんそ、うん、やなまあそんなことであとはねそのさよなら負けのとこちょっと言いたいと思うんやけどどないして結局ああ言うてたな10回占い外さんがホームラン打って終わったん,、ま、んやねんけどピッチャーはその10回裏からその前の回に投げてたアルカンタラっていう 外人からハマチに変わってねハマチが最近めっちゃええピッチングしてんねん。うん、で、ハマチやったら抑えると俺も思ってたんやけど、外に対して、ワンボールツーストライクで追い込んでたんや。追い込んでたからキャッチャーは、バッター怖めてるやん。この辺に構えたんや。高めら外したれって言って。うん。ちょっともボール振らせたれって言って。うんそ。それが打たれて。そこにボール来たんやけど、打ちちったんや。<laughs> 佐藤が外外が。それは大きい外人やったら。らてて背高いからな。背高いから、たぶこの辺やとともに外人にしてみれば。だけど、ピョンって届いたんや。そ,やでそれが、ピューとライトポールに向かっていったんや。上がっていったんや。<laughs> そんなにめっちゃええ当たりはなかったで。ピューんと行って、あのそのこ,うなこれをこれがポールとするやんか。ボールが、これファールファールラインがあって、こうポールやんねーな。<laughs> ここにフッと入ってここにフっと入って <laughs> ここっ入ってこういってたらファールやで、うんうん、こう入ったんやうーんまあ横浜やから風に乗るってこともあるかもしれへんしな、うん、あの時浜風吹いてたからなこう死んじゃうけどな浜風はライトからレフトに吹く風やからなまあその時点で吹どこまで吹いてたか知らんで、うん、あの俺は途中で見たら浜風吹いてたからな、うん、で多分 ハマチにしてもキャッチャーにしても、愕然としてるわ。それちょっと読み甘いな。だって、こうやってキャッチャー、こうやって外した球やのに。うん。ボール球あげよういうことで外したんや。でもボールやったんやろボールや。ボールやけど、うちよって背高いから。背高いからさ、下にボールやったほうが、なあ、私も野球、そんな分からへんけど、なんとなく打ちにくいような気するけどな。あのね。 やる今,日今日まるでホームラン打って割れてるみたいな感じやんか,それからってなスマイルがえ打ったったいろんな顔しとるやん <laughs> あのー、まあいやだけど割とな球が割とスピード出るピッチャーやったら高めのボール球ってよう使うね江川も士川もよう作ってたけどちょっと荒尾系の顔してるなあ<ー>顔してるな,な,あなね二人外ってそんなんでな結局それがまさかの決勝のホームランや まさかまさかやろそれって